どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、ニューヨークに、アメリカニューヨークにいるわけなんですけども、ポイントサイトのね、おすすめ案件がね、急に出ましたので、今回ね緊急的に、撮影させていただいております。で、今回紹介するのが、マネックス証券の、投資信託購入案件ですね。こちらがなんと、100円の投資信託を購入することで、5000円分のポイントがもらえてしまうっていう案件でございます。いや、すごいですよね。で、これまずね、ポイントサイトから紹介していきたいなと思うんですけども、このマネックス証券の案件はですね、結構いろんなポイントサイトで案件出ておりますんで、まあ一応ね、あの概要欄に URL 貼らせていただくんですけども、自分のねポイントサイト口座持ってるところをね一回まあ調べていただいて、まああるところでね利用していただければなと思います。ポイント獲得条件なんですけども、申し込み後、60日以内に新規口座開設プラス1取引完了で、まあ、5000円分のポイントがもらえるっていう案件となっております。で、対象外がですね、日本株、投資信託以外の取引をされた方ということなんで、まあ、投資信託以外はね、まあ、利用しないようにしてください。まあ そうすることでね、こちらはクリアできるかなっていうところですね。で、投資信託っていうものは、で、この投資信託なんですけども、で、100円からやることができるんですよね。100円からですので、まあ、100円の投資で、まあ5000円分のポイントがもらえてしまうっていうね、すごいねお得な案件となっているわけなんですけども、まあ、この投資信託っていうのは、まあ、名前の通りね投資ということで、まあ、リスクは伴いますよね。そうなんですよね。ですけども、この100円の投資信託を購入して最悪損益が出るのは最大でも100円なんですよね。ですんで、その、なんていうんですか、100円がなく、投資した100円がなくなることはあっても、まあ、それ以上の損益がね、出ないっていうのが、この投資信託ということになっておりますんで、100円のね、購入した投資信託以上にね、損益が出ないっていう案件になってるんですよね。で、この100円購入して、5000分のポイントをもらえる。まあ、これを東急ルートがね、活用しているポイントサイトであれば、3750ANA マイルにね、交換することが可能です。いや、すごいですよね。まあ、だから100円の投資で3750マイルが手に入ってしまうっていう案件になるんですよね。いや、これはお得ですよね。で、さらにですね、今マネックス証券で、PayPay ギフト、カードキャンペーンっていうのをねやっておりまして、まあ、あの12月31日までにこのキャンペーンをやっておりまして、まあ、どういうキャンペーンかっていうと、新規口座開設で漏れなく200円分の PayPay ギフトカードプラス、入金で200円の、PayPay ギフトカードがもらえるということで、合計でこちらで400円で、さらに、まあ、こちらね抽選にはなってしまうんですけども、2000円分のね、PayPay ギフトカードがもしかしたらもらえるかもしれないということで、まあ、確実にもらえるのは、400円分というふうになっているんですけども、こちらの、条件はですね、キャンペーン口座開設時にですね、コードを入れてもらって口座開設するっていう形で、こちらのコードも、概要欄にね、あの貼らせていただきますんで、まあ、そちら利用していただいて口座開設してください。で、2番目ですね、1万円以上の、入金が必要となります。で、まあ、こちらで、まあ、400円分ゲットできてしまうということなんで、先ほど言った100円の投資で5000分のポイントがもらえる。ですけども、その100円がもしかしたらなくなるかもしれない。ですけども、400円は確実にもらえるっていうことなんで、まあ、結果、黒字ってことですね。わかりやすくていいですよね。もしかしたらさらに2000円当たるかもしれないですけども、こちらは抽選となっております。いやー、この1000円のね、投資で、まあ、5000円分のポイントがもらえて、さらにね、400円分の PayPay ギフトカードが確実にもらえるということですんで、ぜひね、あの、もし、まだ利用したことない方はね、ぜひ狙っていただきたいなって思う次第ですね。で、こちらの案件が、まあ一応ね、EC ナビだけ、あとね、8日間の猶予があるんですけども、まあポイントサイトの案件なんで、どのぐらいのね、日数がね、ポイントサイト上にあるかちょっとわかりませんので、その点だけ注意していただけたらなと思います。まあ今回の動画はね、ちょっと簡単にはなってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。
この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、ポイントサインという案件なんかもね、つぶやかしたりして、つぶやかしていただいたりしております。あとね、普段のこととかもね、つぶやいたりしておりますので、もしよかったらフォローとチェックお願いいたします。私のこの動画のチャンネルではですね、ANA マイルを貯める、ポイントサイトのね、運用方法なんかもね、紹介させていただいたりしております。それ以外には飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、お得情報、クレジットカード、私の大好きな街のね、ニューヨークの紹介なんかもしております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録していただいて見ていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。